トデグロズルっていうね、すごい綺麗ですね、白くてね。お腹空いてるのかと、人に対してどう思ってるのか、わかりました。もっと欲しいっていうのは言ってますね。感謝してるっていうことですね。もっとこのフレンドリーなイメージを受けましたね。すごくこの目立ち上がりで、本当だ、すごい、はい、めちゃ。それでは、ソデグロズルっていうね、はい、ツルですよね。喋っていこうかなと思います。すごい綺麗ですね、白くてね。じゃあ、喋っていきましょう。何か、じゃあ聞きますか？お腹空いてるのかとか、で、今結構そのさっき、あれですね、人に対してこう泣いてたりとか。あっちの子ですね、それ。で、そうですけど、うん、まあでもこの子も今近寄ってきたんで、はい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 、人には、人に対してなんかどういう。あ、人のことどう思うか、どう思うかですね。その二つ、お腹空いてるのかと、人に対してどう思ってるのか。わかりました。お願いします。はい。はい。はい。お腹は、お腹は空いてるとのことでしたね。空いてます。はい。なので、なんかいつも餌を探してるって言ってますね。あ、本当ですか？はい。なので、十分に、この子的にはですよね、あまり、こう、餌をもらってないというか。なるほど。もっと欲しい。もっと欲しいっていうのは言ってますね。はい。そして人間に関しては、はい、感謝してるって言ってますよね。面白いですよね。感謝してるってなかなかないです、はい。そうなんですよ。なので、この外敵がいない、この状況っていうんですか。はいはい。はい。なので、安全に暮らせてるっていう。なるほど。はい。ことで言えば、感謝してるっていうことですね。聞いてみないとわからんもんですよね。そうですよね。なんかもっとさっきのね、うん、エミューで言ったら、はい、もっとこう広いところで走り回りたい、うんうん、言ってたんで、この子で言ってももっとね、はい、なんかこの広いところでもっと羽ばたきたいとか、あるのかなと思いきや、はいはいはい、そういうわけではなかった。はい、感謝してるっていう。意外ですね。はい。だからもうちょっと餌が欲しいとかね。はい。もっと魚を泳がしてあげるとかね。はいはい、なるほど。はい。なんか、こう、常に今遊んでるよっていう状況じゃなくて、うんうん、ずっと餌を探してるって言ってたんで、はい。何か食べ物をずっと探しながら生活してるのかなっていうところですね。はいはい、なるほど。はい。だから、もうちょっと多めに。あげてほしいなっていうところですけど、量は決まってるんですよね、多分ね。ああ、そうですね。はい。その辺ちょっとね、融通が。はい、だから、多分近寄ってきてくれてるのかなと思いますね。さっきの子もそうですけど。はいはい、はい。はい、この子も、結構距離近いんで。ね、今結構近くいますもんね。はい。なので、人間に関してそんなに敵対心がない子でしたね。あ、本当ですか？はい。さっきのこの熊さんとかとまたちょっと違う、はいはい、もっとこのフレンドリーなイメージを受けましたね。感謝してるっていうのは初めて聞いたんで、動物園でね。はいはいはい。はい。なので、そういう子もいるんだなって。なるほど。話しやすかったですね、だからね。あ、なるほどなるほど。はい。面白いですね。はい。さっきのやっぱりね、ホッキョクグマとか、そのメガネ。もう一匹来ました、ね。はい。餌持ってるやん。餌持ってますね。洗いに来た。洗いに来た。賢いですね。はぁ。すごい。わざわざ店に来てくれたんですね。うん。面白いですね。はい、やっぱ2匹ともなんかね、今1匹しか話しないと思うんですけど。はい。なんか2匹とも同じようななんか感じの感謝してそうですね。そうですね。振る舞いを見たら。はい。すごく、こう人間のことは好きですね。うん。まあもうちょっと違うものも食べたいと。なるほど。はい、今ちょっと喋ってたんですか。そうです。あ、すごい。はい。まあ結構ね、ちゃんと洗って食べてるんで。賢いですよね。はい。賢い子たちですよね、うん。動物って面白いですね。はい、面白いですね。はい。だから、これは、この、サービスというか、はいはいはい、こう、喜んでるんですよね。なるほど。はい、この鳴き声は喜んでるんですよ。その、子供が好きですよね。確かに、今、子供ちょうど来てますもんね。はい。なので、結構、目立ちたがりですね。こっちの子は、すごく、この目立ちたがりで。本当だ、すごい。はい、めっちゃ喜んでますね。怒ってるわけじゃないですね。はい。はい。なので、はい。この子たちは、すごく人好きな子たちっていうことですね。はいはいはい。はい、結構そうですね。話せてるから、今も僕もこう、アツシ先生から聞いて、
その、やっぱ泣いてたら何かこう怒ってるんか、それこそ今人来た時に泣き出したんで、何かこう不機嫌な方みたいな。そうなんですよ。しちゃうんですよね。しちゃうかったんですね。はい。しちゃうかったんですよね。話せると結構見方が変わりますね。そうなんですよ。怒ってるのかな、悲しいのかなって。確かに。感情がわかるっていうんですけど。そうなんですよ。本当だ、はい。人がいなくなったら離れていきましょうね。はい、そうなんですよ。だから子供がね、結構すごく好き、はい。人間が結構ね、はい、好きな、はい、子たちっていうことで。はい、ソーデグローズルさんとお話ししました。今回はね。はい、なので、なんかちょっとね、見方もちょっと変わるのかなと思う。そうですね。そういう、こう、どう思ってるのかなって、こういう見方とね、うんうん、動物喋れるようになったら、こういう楽しみ方、うん、動物園の楽しみ方っていうのはまたできるんじゃないかなと。そうですね。また全く違う動物園のね、楽しみ方ですよね。そうなんです。ということで、はい、今日は、鶴さんとお話ししました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。